お疲れ様です。おはようございます。はたさん、なんか噂を聞いたんですけど、あ、はいはたさん、ぜんそくさん、せいやさんのあの黄金の3人のチームが解散の危機だという。そうです、ちょっと音楽性の違いで方向性の違い音楽性とは方向性の違いでちょっと解散の危機になります。そうなんですか。あ、ちょっとやめてください。あいや、せいやさん的にはどうなんですか。せいやさん、メンバーの中心人物、リーダーと言われてるせいやさん。リーダー一番人間知らんの。せいやリーダーでしょ、どう考えても。どう考えても、もう風格がやっぱ。せいやさん、どうなんすか。せっかくのあの3人、黄金の3人と言われた3人が崩れる。いや、1回ぐらい入賞しましょう。1回ぐらいって決まった。決まった。一番入賞してないのはあなただよ。ぐらい1回ぐらい入賞しろと。解散したくないって。あ、そうだよ。せいやか、ゆみさんです。じゃあまあ、だってハタとこの間だってさ、ハタとゼンソウ君は全勝すれば問題なかったはずなんだよ。そうなんすね。ね、うん、せいやが一回も勝てなくても、そうだよ、二人が全勝する。何も言えない、何も言えない。まあ前回サポートであのメンバーで入った居眠りさん、どうなんすか。サポートメンバーとしてあのこの居眠り氏とチーム組んだら毎回4-1しなかった。全部4-1だよ。もう一応は3人です。せやさんが、はい、すみません。あのサポートメンバーの居眠り氏と、うん、俺あれしかも風邪気味だったんだよな。頭痛薬の、いや、あの居眠りが熱出てたんだって。頭痛薬飲んだ。それでもチームのために頑張ったんだよ、居眠りは。そう、前作さんの穴を埋めるべく頑張ったわけだよ。で、解散の危機。1回ぐらい入賞しろって。そう、1回ぐらい。そうです、もう今チームリーダーから激励の。そうそうそう。いや、そろそろこっちもまずいんだよね、ちょっと若干今。いや、手見せて、手下の方に。お金がまずいんだよ。お金がまずいんだよ。それって、こうだよ、こうだよな。流行ですね、これ。お金がまずい。お金が。ちょっと、そろそろ稼がなきゃまずい。GT を取るつもりでお金使ったんだもんね。そうちょっとお金がまずいんで、一旦、ちょっと、戻ります。だからどうすんの。そろそろ優勝しなきゃいけないでしょ。言いたかったわけじゃなくて、自分は26を最後にやった。今年最後の大会はエリア代表とかに。ああ、12月はそっか、エリア代表は取るんだ、とりあえず。あ、もうそこはもうバイトブビってやったんだ。ブビブビって何言ってるの。バイトパスにして、新しい言葉がブビって言ったの。いや、もうそこだけは休ませてくださいって言ってます。ああ、結果がこれか。エリア代表はだって今回関東は5名何名いけんの。うんうん、確か多め、去年より多いんでしょ。そうそう、全体的に多いですよ、去年。ってことはもう余裕ですか。で、もう GP の4人もいるんで、うん、確定して。ああ、それはせいやさん GP の4人は入ってないんです。入ってないです、ね、ああ、そうなんだ。入るわけないですね。ああで、あとはなんだっけ、ランキングの1位と2位ランキング、ああ、DNP ランキング、はいはい、1位と2位。じゃあせいやさんは一応その代表戦で頑張らないといけない。わかりました。じゃあ一応、畑さんも代表戦、エリア代表、まあ頑張ります一応。まあ、せいやさんも居眠りさんも店舗代表でやらせられる。せいやさんも店舗代表、激戦を制して店舗代表になられたせいやさんですからね。あ、僕風の噂で聞いたんですけど、なんかせいやさんがブックアイド最強選手権っていうのを開くって聞いたんですけど、はい、聞いた。なんかせいやさんが一応うちの店最強を決める戦いをお願いしたいって。そう、でもせいやさん勝つに決まってるの。そうですね、みんな出るの。やっぱリーグ戦をやりたいんだって、真の実力者を判明するために。いや、たまたまなんかどういう流れだったの。なんか、どういうこと。俺がたまたまであの店長のライブ見てたら、せいやさんがブックアイランド最強選手権やろうみたいな。あんなこと言ってた。最強は誰だ。なんか最強は誰だ。最強は誰だ。じゃあ決定戦やろうぜ。うん、だから一回勝負じゃないよ、ちゃんとリーグだよ。うん、誰参加者。だからもう厳選された8人でそこから漏れるって言ってた。8人に入るために抽選で漏れる可能性が、8人の中に選ばれない可能性が、8人を決めるためにもうそうだったら脱落候補僕なんだよ。いやいや、でもあの逆にゼナさんはじゃあ勝った人は、うん、商品なんですか。何なんか出してくれるの。そうっすよ、せいやさんが、せいやさんがうわ、せいやさんが商品出して自分で持ってくるっていう、なんかそういう、ね、うん、パターンか。はい、箱箱その代わり、うん、こうね、あ、年明けね、年明けに2018年真の最強を決める戦いが早いな。今始まる。俺の繁忙期が終わったらバイトの繁忙期が、ああ、忙しい時期、うん、
クリスマス終わったら今度棚卸しがあるそうですね。せやさん、せやさんはもうクリスマスの男ですから、うん、そうプレゼント配ってるみたいな全国のスタイル的にはサンタさんと被ってるから あと白いヒゲがあるな。そっか土日も土日でも2万近くシンプルすごいうちの子供たちにはプレゼント配ってくれるのかな、サンタさんは。いや、だってサンタさんはね、夢と希望を配ってくれる。そう、夢と希望が入ってるオリパーほら、いいね、これ突っ込んでいいのかなこれ、これ突っ込んでいいのかな、動画的な。いや、でもマジな話、なんつうの、あのリーグ戦はじゃあせいやさん主催でいいと思うよ。第1回だよ、初めてだよリーグ戦。いやいや、主催、そして優勝。そんなこと言ったら俺もなんだけど。じゃあ俺ジャッジやるよ。加藤さん出ないからダメですよ。出ない、俺ジャッジやるよ。俺ジャッジやるよ。え、でもあ、じゃあせいやさん的に最強の8人誰だと思ってんの、そのメンバーリーグ戦。あ、大根、大根とせいやさん自分も入ってるでしょ。自分入れてせいやと大根とあと誰、ハタね、あとはあと5人。誰、せいやの思う5人。でも思うんですけど、これ漏れたやつだから総攻撃食らう。え、でも俺全員知らないんで、全員が全員。あ、じゃあせいやさんの知ってる範囲でいいですよ。うん、すげえ居眠し見られてる、うん、見られてる。あと5人。あ、居眠り、一応居眠り、一応の範囲なんで、うん、ひどくないなんて、はい、あと4人だけど、せいやさん当たり前だよな。前足さん多分隠しただと思う。誰、もう5人選んだよ、早く。あと4人いきなり言われても分かんない。んいきなり言われても兄、うん、兄ね、うん、5人選ばれました。あと4、3人です。小学生あ、なんか自分が勝てるよ、今厳選してる。落ちがないか、もちもちして。新メンバー全然わかんないですか。新メンバーじゃなくていいよ、だけど知ってる範囲でいいって。君も結構知ってるはずだから、いろいろ。すごいなと思うの誰。高校生。とりあえず今、ぜんそくさんって言って、シカトスルーしたからね。ぜんそくさん、いやいやいや、それ無理しなくていいですよ。いや高校生記憶力なのか、ほんとに。どういう編集をしたの、今覚えてないのか。覚えて、いやいや、とぼけてるんだと思うよ。いや、パッカパッカチェサパッカ。あ、祭りし、あ、祭りね、うんうん、祭り。あと2人、ぜんそくさん入れる、入れる。そしたら、あと何、あと1人、誰がいたっけ。いっぱいいるよね。とりあえず、よしとは舐められてるってことわかったな。あ、大丈夫です、俺はボコボコにして。男が入る気ないんで。いや、大丈夫、そんなこと言ったら俺も入りたくない。ぶっちゃけ僕もちょっと選ばれる中には入りたい。そんなこと言ったら俺も入りたくない。もう全員でいいですよ、全員で。あ、大丈夫、あれらしいですよ。オープン大会、そうだよ、オープン大会。じゃあもうセリーグとパ、そこにそんなに多く入れたいならセリーグとパリーグにすればいいじゃないですか。サエか、地味なとこ来たな、サエね。いいね、最近来ないけど、サエちゃんね。エンガチョは、エンガチョもう9人目だけど、そっち。うん、で、多分ね、マッチーのこと忘れてると思うんだよ。マッチーは多分ね、ザコだと思ってるから、セイヤさん。セパでいいじゃね。いや、もうあれだね、ABCD グループで2人代表決めるやつだよ。セリーグとパリーグ携帯ですけど、店員だったらと。うん、誰切んの、誰切る。僕でもいいよ、誰切る、誰切る。両方とも目が切る。いやー、まずいやー、それいいんだよ。今じゃあざっと言った中で一番手強いのは誰なの、せいやさん的に。やった、やった、選ばれた、綾鷹だ。そうなんだ、綾鷹だ。一番手強い、せいやさん的に一番手強いのは畑さん、大根よりも、居眠りよりも。そうなんだ。やった。他人のデッキしか使えないけど。だって1時間で CS3 人だもん。昨日の1週間に比べたらごめんな。濃密な。せいやさんがちょっと厳選した8人を選ばれると思うんで、せいやのセレクトした8人で、リーグ戦やってもらいましょう。1月の後半か2月で。でもそれするともう日程もせいやさんいついつ来いって命令されるから、それ全部来れないやつ不戦勝とか先輩とかになってさ、まあ、せいやさんの日程に合わせるリーグ戦だっていうことですよね。忘年会の内容決まりましたね。あ、忘年会の内容何する。せいやさんの大会です。あ、せいやさんに勝ったら食えるみたいな感じにする。うん、誰も食えない。忘年会、コミケってんじゃん。忘年会、おし
しながらそれを大会やるってこと？せやさんは何も食わずにずっと対戦。俺多分コミケ。コミケ？コミケット。コミケット、あ、そうなんですか。年末は。ああ、忙しいんです。忘年会いつやるの？そうなんです、せやさん次第。全力していくとぶち込んじゃったせやさん、新年会は？新年会も全力シフトぶち込んじゃった。あ、じゃあせやさんなしで。まあ、お金だけ出してくれる。お金だけ出してもらって。いや、本当に今、音が寒すぎて。じゃあ、やるか。ありました。じゃあ、俺企画運営するよ。ていうか、マジな話じゃ、いや、ハタもさ、いや、居眠り、小野さんにはちゃんと店舗代表戦で、あのエリア代表ちゃんと取ってる、誰かしら。戦って、うん。うちから10人ぐらい行くわけでしょ。12、3人そんなにいるの？十何人かいるよな。10人ぐらいじゃないっすか。ちゃんと、はい、1人ぐらいは関東代表になってくださいよ、せやさん。3人ぐらい決勝トーナメント今回できる。せやさんだってあれっすよ、1回も戦わずに優勝した友人伝説だろ、ね、伝説伝説伝説。前回は13度目の正直で、前々回は2度目の正直。ん？ん？前回は13度目の正直だった。おう、大丈夫かみんな、あ、大丈夫、今回優勝してくれよ、大丈夫。せやさんちょっとゲドウスリーブ使ってうちの代表だってことわかるようにね。せやさんもちゃんとほらうちの代表ほら居眠りとかハタとかにチームリーダーとしてビシッと言っとくことないの？お前ら頑張れよってこのキャプテンとしてさ。俺負けるんで頑張ってください。しまんねー、しまんねー、もうちょっとガツンと言ってくれないかな。ガツンみたいな。そうそうそう、行くぞってさえちゃんとデッキはできたかとかさ。あ、そうそう、うん、ハタ、お前真剣にやれよとか言って、そう、え、エンジン組むぞぐらいの感じで。俺は多分一番デッキできてないと思うんだよ、逆ですか、逆ですか、デッキできない、逆ですか、デッキができない。さっき思いっきりディスられたからと思ったデッキ。わろわろ。まあじゃあ、はい、ぜひ優勝してください。はい、せいやさんに期待してますんで。頑張ってください、せいやさん。いつですか、いつなのエリア代表。26です。2週間後じゃ、2週間後。有明でしたっけ？ん？いや、有明だったっけ。知らね、あんまり覚えてない、うん、場所覚えて、俺せいやさんについて聞きます。せいやさんについて行きますから。僕は一応友人と行きますけど。で、家に着いたらお願いしますって言って、うん、家に着いたらお願いします。多分試合までみんなに会うと。ああ、オッケーオッケーオッケー。なんか去年もせいやさんに練習しられてもって会場までは俺が行ったんです。あ、そうなんだ。電車は俺は全部行って、で、会場までは話す。あの、ノリで歩いたらついた。仲良く言っとけよ。DAB プレイヤーって、DAB プレイヤーついてきて。だけど、せいやさんと電車乗るときに一番怖いのはバックにずっと、ほんと可愛い女の子のフィギュアがめっちゃ散らばってるんで。あー、怖いね。2年前そうでした。2年前そうでした。そういう時期があったんだよ。めっちゃ、ちょっと、めっちゃ見られてて、あ、なるほどな。まあ可愛いから仕方ねえよなって思った。今は普通なんで。わかりました。普通なんとこ。じゃあせいやさん優勝してくださいね。お願いしますよ。ハタさんも一緒にね、せいやさんの邪魔にならない程度に頑張って。頑張るよ。そう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 。サポート。とりあえず予選5-1だっけ？最低。え？うん、最低ライン5-1。5-1。ああ。ワンチャン4-2。まあ僕らは逆なんで。そうっす。うん。0-5だと多分通らないですよ。そりゃそう。そりゃそう。いや、06ができるかも。あ、そうか。あ、新記録出るかもしれないの。それフラグじゃない今言っちゃったの。まずくねえそれ。フラグだ。逆フラグという言葉。すごいな。それちゃんとみんなツイッターで各自報告してね。僕たちお店で楽しみにしてるから。うん。いや、俺もお店ないかな。うん、みんなで待ってよ。みんなでツイッターで受けよ。頑張れ。あれ、そもそも店舗じゃないや、エリア代表って何か放送とかされましたっけ？あるよ、フィーチャータク。あー、そうなの？ニコ動とかでずっと。でも最初の人は、CS ね、CS 課金でしょ。せいや、俺の T シャツ着ていけ。サイズがねえけど。なんだろうね。逆にシャマさんの T シャツ。あ、シャマさんの T シャツ。シャマさんのトートバッグ俺、シャマさんでな。お、いいじゃん、買って、ぜひ、買って。今、前までやな。ん？シャマさんならお前せいやのことほらスポンサーになるって言ってたからほら、あのカバン持ってってくれたら本当に契約してくれると思うよ。カバンと年間契約で服着て、うん、年間500円年間500円ですよね。なんか年間500円でせいや雇うとか言ってくそつらすべての大会にシャマさんのグッズを着てくっていう。頑張れ。でも優勝したらそれでね褒められるよ。シャマさんの動画出れる。うん、出れるかな。フューチャーアタックは60すればいいんじゃない。お、やる誰かしら。いや、せいやさんでしょ。わかんない。
さん 6-0 でお願いします。自分も目指しながら誰かしらって言わないと、俺が 6-0 行くぜみたいな気概で言ってくれないと。うん、言ってください、せいやさんお願いします。じゃあ最後ビシッと最後締めで行くぞっていうのをちょっとお願いします。じゃあ小川店長が、え、俺は出ないの俺はさ閉まんねえわ閉まんねえな、うん、まあいいや。せいやさんまだ、じゃあ最後に GP6 の意気込みだけ、うん、まだまだ先に出てる、うん、半年後でチームないだろその頃に。ね、そうだよってもう言った言ったよ、もう言ったよ。またせいや新しいメンバー集めればいいじゃんチームせいや、もうあの二人はちょっと使えないんでじゃないんで別チーム探せばいいじゃん。黙っちゃったはい、わかりました。せいやさん、あの見本がちょっと取れるんでごめんなさい、今あの、うん、ミラダンテが外れてたんでまだミラダンテあるんです。あります、はい、マグマチャレンジ、マグマチャレンジ、はい、まあ、前足さんが一泊で当ててたけどな、やめろマグマチャレンジは。じゃあお疲れ様でした、せいやさんありがとうございます。失礼します。じゃあ頑張ってくださいね。失礼します。パチ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 。